初めて来て驚いたのは、見渡す限りのみかん山に圧倒されたというのが第一印象です。みかんの花も見るのも初めてだったので不安だらけでここへ来たんですけども、近所の農家の先輩の方ですとか教えてくださるので、それがあって今の僕があるんじゃないかなとは思ってます。やはりみかんも生き物なので、自分の子供たちを育てるように育ててるんですけども、あまり世話を焼きすぎないように、かといって、ほったらかしにもできないですし、そういうところは生き物として接してるつもりです。会社員の方ですと朝送り出して帰ってくるまで一日、顔を合わすことなく過ごすんですけど、みかんの農繁期以外でも毎日生活してますので、やっぱり話す機会も多くなりますし、子供のことですとかお互いのこともしっかり話し合っていけるので、その点はすごくいいなと思います。アドバイスとしたら、どんどん人に聞いて頼ってしてくれた方が、有田におる人ももちろん手助けはどんどんしてくれると思うんで、一人ではやろうとしないっていうのが一番大切なことじゃないかなと思います。やっぱり農業関係の仕事に就きたいと思っていろいろ就職活動してたら、合同説明会に総和果樹園が参加してて、でお話を聞いてるうちに入社したいなと思ったんで、こっちに来ましたね。本当アットホームっていう言葉が合う会社だなってつくづく思って、やっぱり入社してみると本当にその言葉をがすごい感じる場面もありますし、すごい和気あいあいとしてすごい楽しい職場ですね。今は生産部で畑仕事をメインに収穫から栽培管理までやってますね。休みは、日曜日は休みなんですけど、あと各週土曜日は休みみたいな感じです。繁忙期の時期はやっぱりこう休みはほとんどなくなってしまいますね。やっぱり生物を扱ってるからって言ったらもうその一言に尽きるのかもしれないんですけど、やっぱそんな感じにはなってしまいますね。でもなんかこうこんなに山が近くにあるっていうのは新鮮だし、山だけじゃなくて海もあるじゃないですか。でこうなんかすごい贅沢なところが集まってるなって、山のみかんも美味しいし魚も美味しい、なかなかないところだなと思いますよね。みかんのその栽培とかに携わって1年ちょっとだけなんで、まだまだわからないこととかもいっぱいあるんで、この先もっとみかんの栽培に関わっていきたいなとはずっと思ってるんですけども、それだけじゃなくてこうなんていうんですか、もっとこういろんな人に農業っていうか有田みかんをもっと知ってもらいたいなと思うんで、その販売とかの時ももっとこういろんなその加工品だけじゃなくてみかんの話作り方とかのことも話していっていきたいなとは思ってますけど。最初はサラリーマンやってたんやけど、で結婚してからお互い会社辞めて農家をやりました。みかんうちでも直接販売もさせてもらってるんやけど、食べてもらった時に美味しかったよって言って、去年も今まで食べた中で一番美味しかったって言ってわざわざ電話くれて、そういう時はやっぱり嬉しい。有田市は有田みかんで有名なぐらいで、やっぱ市役所にも多分日本唯一みかんかって言ってみかんでしっかりしたほんまにみかんの農家のためだけの部署があるんで、やっぱりみかん農家ってなかなかみんな個人個人がそれぞれ社長なんで、なかなかまとめるのは難しいんですけど、やっぱりその中にみかん家の方が入ってくれることによっていろんなことがスムーズに行えると思います。ほんでいざ何かあった時にはそういうお互い助け合える体制もできてるし、ほんでまだ古き良き時代のそういう伝統、伝統は残ってるんちゃうかなと。とりあえず明るいんですよ。天気も明るいし人も明るいし山も川もあるし自然豊かで、
市電もあるけど便利だっていうのがすごいいいなと思います。農家は、まあ、自営業なんで結局自分がやらんかったら何も起こらんので、少なくともやる気のある人やったら誰でもできるんじゃないかなと、うん、まあ極端に言ったらサラリーマンやったらね、やっぱり会社の歯車一個やから、まあ、やってもやらんでもそれなりに給料もらえるけど、農家の場合はやらんかったらできやんし、まあ、やった限りはそれだけ成果として、まあ、残ると思うんで、それで、まあ、頑張ってくれたらいいのかなと思うけど